はい、皆さんこんにちは、榊敦史です。なんとね、今日ね、5本目の韓国 いや、ない時はないんですけどね、ある時はあるんですよ。うわー、まだ出てきたわーと思って、大きな事件はないんですけどね。僕、中央日報とね、朝鮮日報を見てるんですよ。で、うわー、これ面白そうなーっていう記事を見つけたらね、こうやって動画で喋るんですけども、今日はね、まあ中央日報、朝鮮日報に限らず、出てきますね。こんな記事ありましたよ。15時29分です。さっきですね。ほんの1時間ちょい前ですね。外国観光客の減少に焦り、普段口にしない酒まで飲んだ菅官房長官。ねえ、こんな出だしです。日本を訪れる外国人観光客の減少で日本を観光大国にするという菅、名前忘れました読み方、菅官房長官の目標に赤信号が灯ったと毎日新聞が11日報道した。菅氏は政府の観光戦略実行推進会議の議長として、日本政府は2020年に外国人観光客を4000万人誘致するという目標を打ち出した状態だ。しかし韓日関係の悪化で韓国人観光客は大幅に減少しながら、事実上2020年4000万人という目標の達成が難しい状況だ。そうかもしれませんね。いや、大変ですわ。韓国の人来てくれはらへんし、菅さん追い込まれてますやん、ほら、みたいな。ほんまか。実際、菅氏は関連会議で、まだまだ知られていない各種の観光資源の発掘、磨き上げは各省庁の重要課題と述べ、関係部署のトップの奮闘を呼びかけた。菅氏自身も地方出張に行くときは、観光施設の視察を日程入れている。今年11月に鳥取県を訪れたときは、日本酒の酒造会社を訪問し、普段は飲まないというアルコールも口をつけたとい う。日本政府は2016年3月、訪日客2020年4000万人、2030年6000万人誘致計画を発表して以来、ビザ条件の緩和、民宿業拡大、これ多分民泊の間違いでしょうね、民宿業拡大など関連規制も大幅に緩和してきた。実際2018年の訪日客は3119万人で、今年の4000万人の達成を目前に控えている状態だった。ちょっと記事おかしいですね。今年4000万ちゃうでしょ、2020年でしょ。しかし今年外国人観光客の増加幅は期待していたラインに至っていない。今年7月に韓国に対する輸出規制措置が実施された後、韓国人訪日客が大きく減ったことが最も大きな原因として作用した。最も大きな原因として作用したって、まあ日本人は書かへん日本語ですね。今年1月から10月の間の訪日客数は合計2691万人で、訪日客2位規模だった韓国人観光客は前年度に比べて 18% も減った513万人にとどまったためだった。それでも513万人も来たはるんですか。もっと減ったんかと思いましたけどね。来たはるんですね、やっぱりね。まあ、うじゃうじゃ書いてありますよ。最後に言いましょうか。こうした中、菅氏の看板政策である訪日観光客成果が年末に発表されれば、菅氏にとって新たな打撃になるのではないかという見通しもある。あらへんって、そんなもん。あらへんって。まあええけど。毎日新聞は、目標を下げれば関係省庁が緩み、観光振興が失速しかねない。看板政策だけに簡単には引き下がれないという政府関係者の話を伝えた。誰の話聞いてんやと思うんですけどね。まあ別にいいんですけど、日本国内では毎日新聞どうか知りませんけど、インバウンド減ったから大変やーという声はほとんど聞かれませんね。一部、
一部韓国客を当てにしていた業界は大変みたいですけど、もうほんの一部ですやん。全体から見たらどっちもだらへんっていう感じなんですね。でもね、韓国の方からするとね、わしらが行ったらへんから行ったらへんやん、行かへんかったら日本困んやろみたいなそう困っててほしいんですよまあだから一部困ってありますよね。湯布院とか対馬とか九州の観光地は困ってるという話が入ってきてますけどね。全然こっち東京に住んでるとね、そういうニュースをわざわざチェックしに行かんとわからへんということになりますよね。でも韓国からするとせっかく我慢して行ってへんのに日本困ってないのみたいな、困ってへんかったらあかんのですよ。まあだから、ね、日本のねメディアもよう願望記事に してますよしてますけど、まあ韓国のメディアっていうのはまあこと日本に関してはこういうこのね、困ってるはずや、困っててほしいというのが直接こう記事にしやすいし読まれやすいんでしょうね。で私みたいなのに見つかってこうやって言われるということになってますけども、実際困ってませんね。韓国の方来られなくって、まあ一番困ってるのはさっきも言いましたけど航空会社でしょうね。韓国の LCC が困ってはるんちゃいますか。大韓航空、アシアナ航空っていう、まあ、LCC ではない普通の航空会社も困ってるでしょう。あとまあ国内観光でもね、韓国客をお得意さんにしたった企業とかは困ってるでしょうけども、まあほとんどそれって在日系でしょ。だからあんま関係ないっちゃ関係ないっていうね。まあねえ、菅官房長官困ってるのですね。そんな風には全然見えないんですけどそう、韓国人が来ないからっつって菅さんが次の総理大臣の目がなくなったなんて誰も思わへんよ。そんなもん誰が言うねんみたいなだいたいそれ減ったって菅官房長官の責任ちゃいますやん。そんななんか振ってはいた災難みたいな、もう災難とまでは言えへんわね。振ってはいたような事象であって、菅さんがね、なんかこうミスったというわけでもないわけであって、あ、また韓国の方が騒いでるやんみたいな、そういう感じですわね。はい。それでもね、やっぱりこういう記事を書きたいんですね。やっぱり向こうの方の日本に対する感覚。菅義偉でしたっけね、義偉、正義の義に偉いって書くんですけど、あれですね、こんな難しい読み方すんだよと思って、このあんまり、ですけど、うわ、あれですわ、来年ね4000万人、菅義偉さんですね、来年で4000万人という目標があるみたいですけど、達成できるんちゃうんですか。来年オリンピックあるでしょう。オリンピック見に来はる人がいっぱいいるんで、今年はワールドカップっていわゆるラグビーだけ単体の競技だけであんだけ業さん人が来てくれはったの、まあ、期間長かったですけどね、あんだけの業さんの人が来てくれはったわけだって、オリンピックになったらもうちょっと来るんちゃいますの。もう別に来てほしいはないですよ、私ちっとも。どっちかというと来てほしいないんですけど、まあでも日本経済のためにはね、たくさん業さん来てくれはって、まあ、お金いっぱい落としてくれはった方が日本の経済にとってはまあいいかも分かりませんけども、だから4000万人ぐらい行くし、別に韓国の中で来なくても、行くんちゃいますか。で、だいたい来てへんとか言いながら500万人来てるやん、お前ら、みたいな。来てへん、来てへんと言いながら、でも、そうやね。さっきも LCC の話しましたけど、半分はまだ飛んでるんですね。僕は8割ぐらい飛んでへんのかなと思ったんですけどね、韓国便って。半分飛んでる。やっぱ、ほんで最近戻ったっていう話もありますからね。韓国の方が戻ってきたみたいな話もありますから。いやー、まあまあ、こう、でも今後、前みたいに戻るかっていうと、当面この騒ぎは収まらんと戻りませんし、この騒ぎってね、これからいろんなスケジュールがありますから、当然収まるなんて絶対言えませんよ。収まらへんって言った方がいいわけで。ずっと続くんちゃいますか、ムン・ジェインさんが大統領の間は。ね、保守派に変わったら一瞬そら静まるかもわからんけども、向こうの国自体がね、こう反日というのをね、組み込んでるわけであって、その構造が、は基本的に変わりませんからね、政権変わっても。なんか今日はザクザクの記事、ザクザクちゃうわ、
ポストセブンね、伊沢元彦さんの記事出てましたけど、向こうはね、中学生とか高校生がね、日本大使館前のね、反日デモをやったらね、内心上がるんですって。どんな国やねんと思いますよ。日本ってね、あれでしょ、飯塚、なんたらってかありますよね、ロシア大使館が。あそこの前ね、いつでも封鎖できるようにね、おまわりさんがこの封鎖のなんていうの、こうなったやつ、思ってね、睨んではりません。右翼のね、外戦車がね、行さん来たらあれ封鎖するみたいな感じで。あれですよ、麻布のね、中国大使館のところも、物々しいですよ、韓国大使館も。ウィーン条約っていう条約があってね、大使館はね、その国のね、関係が守らなあかんのですよ。侮辱したらあかんのですよ。日本ちゃんとそれ守ってるわけですよね。だから韓国にある日本大使館は全く守られてないって、前に慰安婦像が立ってるって話ですから。で、前にデモがある。これすなわちね、どんだけね、文明国か野蛮国かの差なんですよ。昔、北京で反日デモがあった時には、もうデモ隊がこのペットボトルやら何やら全部大使館の中に投げ込んで、大使館の窓とか割れたりしたんですよ。これもウィーン条約違反。いかにね、そのね、外交儀礼というものをね、大切にしないか、自分たちが野蛮であるかということをね、証明してるわけなんですね。だからね、まあやってて恥ずかしいという感覚はね、やっぱり日本と、ね、アジアの他の国とは違うみたいですからね。まあそういうところもございます。はい、向こうの方のこの願望というのが非常によくわかる記事でございました。はい、菅官房長官困ってませんよ。はい、皆さんどうもありがとうございました。